ラブ神戸 TV をご覧の皆さん、こんにちは。本日私は明石までやってきております。美容室のビームス映画島店さんにお邪魔しております。こちらのお店はどんな店なんでしょうか。行ってみたいと思います。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。あ、とってもね、べっぴんさんとイケメンが並んでるんですけれども、いえいえ、じゃあちょっと店長さんに、はい、お話をお伺いしたいと思います。はい、お名前を教えていただけますか。はい、堤京子です。はい、堤京子さんが店長さんですね。はい、はい、そうです。はい、では、ご家族でやってらっしゃるんですけれども、はい、一番年上の、はい、はい、堤恵理子です。はい、恵理子さん、今日はよろしくお願いします。はい、お次は、あ、あれ、はい、こちらイケメンの緑の髪の毛の、はい、堤雄介です。はい、雄介くん、よろしくお願いいたします。はい、はい、そして、はい、堤みずきです。はい、みずきさん、はい、よろしくお願いいたします。はい、では京子さん、はい、こちらのお店なんですけれども、はい、どんなお客さんが多いですか。まあ、私らみたいな感じのなんか楽しいお客さんが多いですよ。あ、なるほどね。はい、もう京子さんはね、本当に笑顔よしですね。はい、もうこちらのね、スタッフさんがみんな笑顔よしで、はい、はい、今修行中なのは、修行中なのはこちらですかね。はい、ゆうすけくんが今こちらで修行しております。はい、今どんなことやってらっしゃるんですか。シャンプーとかですか。そうですね、シャンプーカラーはさせていただいてますね。あとはそうなんですね。パーマちょっと練習中です。パーマ練習中。はい、このイケメンのね、ゆうすけくんにどなたかパーマで練習って言ったら、ほんまに部屋なんでしょう、練習の方とかいらっしゃるんですか。あ、人形で、まだあのウィッグで、人形で。あ、はい、ウィッグで練習されるんですね。もう頑張ってね、もう、はい、もう立派なねスタイリストさんになってくださいね。はい、で、えりこさんは長くやってらっしゃるんですよね。はい、何年ぐらいやってらっしゃるんですか。まで、8年ぐらいですね。8年ぐらい、はい、はい、お得意な、何でしょう、メニューは何ですか。何でも得意だと思うんですけど。得意なのは、そうですね、最近はデジタルパーマがハマってます。デジパですね。はい、ではちょっと水木さんにも聞いてみたいと思います。はい、はい、水木さんのお得意なのは、何でもいけちゃう感じですか。ね、そうですよね。じゃあどんなスタイルがお得意なんでしょうか。メンズカットです。あ、メンズ、はい、皆さん喜びますよね。こんなべっぴんさんにちょっと皆さん、はい、水木さんがねカットしてくださるそうなんで、はい、皆さんいらしてくださいね。はい、じゃあ京子さんはもう長いことやってらっしゃるんですけど、はいはい、何年ぐらいやってらっしゃるんですか。かれこれかれこれ30年以上。もう巧みですよね。本当に。はい、じゃあちょっとね、秋のね、何でしょう、はい、秋のはいカラーをちょっと見せていただきたいと思います。こちらの秋色カラーです。はい、秋色カラー、これはちょっと赤っぽいんですかね。赤っぽいタイプの、はい、オレンジが主流で入ってるタイプの方と、はい、ちょっと紫が主流で入ってるタイプの、すごくツヤが出るタイプになってます。あ、もうツヤは大事ですよね。はい、男も女もツヤが大事。はい、こんな、これちょっとマダムっぽいっていうか、こちらはマダムっぽいで、こちらはちょっと可愛らしい。そうですね、お人形さんのような、はい、ドールのような、はい、カラーは何か特徴があるってお伺いしてるんですけど、3D? M3D がたっぷり入るタイプのトリートメントカラーがあるので、はい、痛みがすごく少なく染めることが、あ、それは嬉しいですね。はい、ありがとうございます。はい、では、どなたか、はい、住所をちょっとご説明いただきたいんですけれども、ゆうすけ君にじゃあ聞いてみようかな。はい、わかりました。はい、ですね、じゃあ最寄りの駅を、はい、西江ヶ島駅は、西江ヶ島駅がすぐそこに、はい、徒歩2分ぐらいの、徒歩2分ぐらいですね、平均のとこにあって、住所は、明石市大久保町西島の、はい、799-11 になりますね。はい、はい、皆さん、はい、サンデーに乗って西江ヶ島に、はいはい、降りていただいて、はい、コンビニが、コインランドリーが
あ、コインランドリーですね。はい、ありますので、そちらが目印になると思います。はい、また京子さんがですね、もう本当に話題豊富で、ジャニーズから、野球から、韓流から、はい、宝塚まで、はい、いろんな話題を持っていらっしゃいますので、皆さん楽しみに来てください。今日はどうも。はい、ありがとうございました。それでは、失礼します。さよなら。